アーヘンの和訳を祝賀する1749年の花火大会王宮の花火の音楽はゲオルク・フリードリヒ・ヘンデルが作曲した組曲 HWV3511748 年にオーストリア継承戦争終結のために開かれたアーヘンの和儀を祝う祝典のための花火大会の音楽として作曲された1749年4月21日に ロンドンのボクソールガーデンズで公開リハーサルが行われたが、未曾有の1万2千人の観客を集め、ロンドン橋で交通渋滞を引き起こした。この時は、軍楽隊の編成で、助曲は、オーボエ24、ファゴット12、コントラファゴット1、ホルン9、トランペット9、ティンパニ3体という構成だった。本番は1週間後の4月28日に、ロンドンのグリーンパークで催された。 祝典は盛大なものだったが、花火がうまく点火せず、さらにパビリオンの一つが焼け落ちるなどの失敗に終わった。ヘンデルは1ヶ月後の5月27日の古事養育院での事前演奏会でも、王宮の花火の音楽を上演した。この時は、軍楽隊でなく還元楽版で上演された。5つの楽曲からなる。序曲は、祝典曲にふさわしく華麗で。 後に部曲が配置されており、変化が楽しめる。自作の再使用も見られるが、これは当時は普通に行われていることである。序曲の旋律は、1737年に、初演されたが失敗に終わったオペラ、ベレニーチェの第3幕の前奏曲を再利用している。初演では、当時のイギリス国王ジョージ2世の遺構により、勇壮な響きを出すため管楽器と打楽器のみが、 使われたが、ヘンデル自身は、弦楽器を使うことを強く主張したので、現在では、その版も広く演奏されている。1962年発行のベアン・レーターのスコアや、1886年発行のドイチヘンデルガ製シャフトのスコアでは、下記の楽器群が指定されている。ありがとうございます。